だいぶまとまってきたような。なんか雨の心配がようやくなくなりましたね。ね、11時にやった時雨降られたってどうなるかと思いましたが、降ってましたね。あの雨雲レーダーとにらめっこしてたんですが、なんとか雨雲は逃げたようです。でも今日わかんないんですよ、どうなるか。わかんないですね。はい。ということで、今日2曲目の方。ね、ちょっと2曲目はね、最初のステージはバスの歌が出たんですが、なかなかあの僕ら、伊豆ご当地ロックとか言いながらね、伊東方面の曲だまりなくって。いや、あれは西海岸でしょ。ちょっとね、伊東にふさわしいのかなんだけど、爽やかな海の曲っていうのをね、ちょっと作ってみますか。なんかうちのバンドのキャラにはあまり合わないとか言われますが、あの大体ね、恋愛もので大体私の歌詞の場合は逃げられるのか捨てられるのかね。情けないよね。情けないよね。悲しいとか悲しいとかね。いや、これは悲しくないですよ、次歌う曲は。あの夏色の季節というちょっとね、あの頭の中にサザンとかチューブをちょっと浮かべて、それがちょっとダサい版みたいな感じですよね。眠り出したらね。はい。あの宇佐美ってその向こう側なんですけど、宇佐美のサーファーの歌なんですよ、これ。そうですよ。だからあのサーファーの彼が女の子ナンパしたっていう。眠り出したね。ニモさんサーファー？いや、あの私は言ってるだけなんです。サーファー。あのサーフボードに乗ってもラッコみたいになっちゃって沖に流されていくみたいな。まあまたあの作りましょう。じゃあとりあえずやりましょうか。夏色の季節です。
伊東の海でやりたいって言ってたんですが、念願かなって、念願かなって、でももうこれで夏終わっちゃうんだよね夏限定とか言ってたんですが、もう下手するとこれ最後ぐらいですよね。今度ウサギでやりますか、あのサーファーバックに、ね、いい女の子いたらそのままナンパしちゃって、夏色の季節、いやその代わりあの最後がさ、あのペンション立たないで、あの彼女いなくなっちゃったとかあの逃げられちゃったとかねなんかバックがすごいなしような気がするんですが、じゃあそう